ワンチップマイクを使って、ちょっといろいろやってみることにしたんですけれども、今 LED がね、こうぐる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 回ってますが、こちらのつまみで、スピードを、変えることができます。それからこちらのスライドスイッチで、ランダムに、変化するようになってますね。ランダムの方、これも別にスピードはやっぱり変えられます。さあ、今これ通常のモードで全部で16個の LED が、点灯しているわけなんですが、こちらのスライドスイッチを切り替えると、全部で12個と、3拍かける4小節みたいな感じですかね。3、4、12というところですね。じゃあ4拍かける4小節で、16ということです。それからこちらの方が、スピードをタップで切り替えるようになってます。タップスイッチを、長押しすると、これリセットされて、こちらのつまみの方のスピード調整に戻すことができます。タップすれば、またタップの方で長押しすれば元のモード、手動のモードに戻ります。当然、ランダムになってるやつもタップのスイッチによってスピードを変えることが可能になっています。これをシーケンスワウに組み込んでという方向で考えています。